ドロップ作ろうかなと。あの佐久間ドロップ、黒と濃い赤、エンジこのね、エンジを一回ちょっと縫い付けて、なんかジブリ飯の本持ってて、それにね佐久間ドロップが載ってたから、これジブリ飯に入るんやと思って、この本に載ってるんですよ。あ、いいね、ありがとうございます。ここまでにして、こうなるんで、あのドロップの缶、佐久間式ドロップスっていう、さあ見えます?見えますかね、実際の。さあ、あの雰囲気さあじゃないですか、ちゃんとねえ、ほら、さあく、くらく、さくまっていう雰囲気でね、ドロップっぽく見えたらいいんですよ。ほら、さくま、あの丸無理じゃない、点でいいやもん、丸って描く無理やし、こんなとこに。ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ、あ、見えます、よかった。佐久間式ドロップスって、こうこっちから昔のじこっちからですもんね。今ブドウの粒を縫い付けて、佐久間ドロップ今売ってるんかな、長らく見てないですけど、なんかこっちに葉っぱらしきものもあるから、なんかもうそれっぽく塗っとこうか。あれ絶対みんなやってないですか、水入れて。ドロップに、あの表面、表面完成、あのもうここは完成やから、あと四角にするだけなんで、これ箱型にこうしたいかな。でこれね、
言って救急車と。ほら、いい感じになってきた。このまま行こうか。あ、もうできた。わかります？これでもないか、パッと見何かわかんないですよね。ちょっと離れとった。これこれぐらいだったら見えへんもんな。この文字かわいい。一旦丸に切って2枚。かじったとこ、こう縫うと。これあんこ。9月って一番なんもないですよね。9月特になんかこれといった行事とかないですよね。周り塗って あかんわ。こう綿入れる。え、これ分かりますか？アンマンって。もう言われたら分かるけど、パッと見もう何か分からんねんこれ。あ、なんか飛んでた。アンマンかじったやつです。全然分からん、ほんま。だったら、なんか食べてますか？